はい、皆さんこんばんは、ももすけです。今日は語り動画でいきたいと思うんですが、まあタイトルにも書いてあったように、まあ無線やってるとね、まあ一度は聞いたことある、耳にしたことがあると思うんですが、このアマチュア無線でもライセンスフリー無線でもそうなんだけど、まあ更新をするわけじゃないですか。でそれをまあ邪魔してきたりとか、まあ声を出してる人に対してなんかね、意味不明な音声を流してきたりとか、いたずら曲の話、これをねしたいと思います。はい、まあこのね、無線は顔が見えない趣味、面と向かわずにできる趣味だから、まあこういうやつらが出てくるんだと思うんだよね。多分ね、そういう人たちって実際に面と向かったら本当何も言えない人たち、よくあるんですよ。ネット、ツイッターとかでめっちゃわーわー言ってる人とか会うと、全然なんかすげえおとなしかったりとか、いつも攻撃的にツイッター上で言ってるのに、なんかこう会うとヘラヘラしてるやつとかね。まあそういうのと似てると思うんだよね。無線で、顔が見えないから、まあそういうことをしてくる奴らっていうね、感じだと思うんですよね。で、これはね、まあいなくならないと思うんだね、この趣味の中からね。まあそこでさ、わーって言い返してもさ、相手は別に、その、なんともないから、まあよ、どっちかっていうと、その、それで収まるっていうよりも、エスカレートするよね、調子こいて。うん、まあだから、その、対策としてはもう無視するのが一番だと思うんだけど、結局、いなくなることは、まあ、無理っていうか、この、駆除することは無理だと思うんだよ。で、まあどうしたらいいかなっていう話なんだけど、これ前にもしたかな。まあ僕がですね、こうやって、動画でアマチュア無線とかライセンスフリー無線のことを発信している。で、発信してたくさんの人に、新たに始めてほしいっていう活動をしている理由の一つもそこにあるんだけど、まあこういう明るい雰囲気で動画とかをやって、ポジティブな感じでこの趣味を捉えてくれる人が増えてくれば、その普通な人、普通な人って言い方ちょっと語弊があるかもしれないんだけど、まあ一般的にこうコミュニケーションがちゃんと取れる人たちがどん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 増えると思うんだよね。でそうするとその一部の、まあそういういたずらしてくるやつも、なんかコミュニケーションが絶望的におかしいやつだと思うんだけど、そういうのが、まあ、淘汰されてく、割合として少なくなってくんじゃないかなって僕は考えてるんですね。それしかね、なんか解決になってるのかわかんないんだけど、それしかないなって思ってる。で、その楽しく、明るくやってる人たちが増えてくれば、そういう変なのはどん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 こうね、一部になってって、まあ、僕らもなんか変なやついるね、みたいなね、気にならなくなるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよ。更新相手がさ、少ないのに、そういうのが出てくると、すごくね、あーってなるけど、どんどんね、そんな、普通にこう、同じ趣味を楽しんで仲間が増えてくれば、まあそういうのもね、気にならなくなるんじゃないかなっていうふうに思ってます。だってその、更新相手が多ければ、まあどっかの周波数とか、どっかのバンドで変なの出てても、まあ違うバンドでね、楽しめばいいわけですし、影響のないところで、影響のない相手と一緒に、まあ楽しめばいいわけですし、僕らも通信、更新の機会が多ければ、ちょっと心にやっぱ余裕が持って、ここで何としても更新しなきゃいけないっていうことも少なくなってきて、あ、なんか変なやついるな、みたいにね。まあ終われるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね。どうですか皆さん、そういういたずら曲について、まあ今僕なりの簡単な意見を言ってみたんですけど、ぜひですね、皆さんなりの、その、こういう風に思ってるよとか、こんな奴がいたけどアホだよね、みたいな。ちょっとそういう話もね、したいなと思って、今日動画にしたんで、コメント欄にね、ぜひ皆さんの、体験とか意見とか書いていただければなっていう風に思ってます。こういうなんか、語り動画もたまにはいいかなっていう風に思ってます。で、皆さんにね、コメント書いてもらって、まあ、より、僕らのこの趣味の無線、アマチュア無線、ライセンスフリー無線の世界が、
一緒にね楽しくしていけるといいですよね。ということで短いですが今日はこの辺で。以上、桃助でした。バイバイ。